来ましたね。お疲れ様、あんたたち。エマたちも、ローゼリアさんに、クロチルダさんも、お疲れ様です。まさかミシュラム全体に不可視の結界を張っちまうとはな。ああ、俺たちの聖魂とメルカバ、そして大魔女たちによる秘術、それと二機の鬼神の力を合わせて初めて可能な離れ技ですね。しかもパンタグリエルの莫大な動力を霊力に変換して結界を維持するなんて。はっはっ、ああ、もはや何でもありだね。笑い事じゃねえだろ。まあ今宵一晩くらいはなんとか持ってくれるじゃろ。列車砲の直撃を受けても数発くらいなら持つはずよ。まあ明日の海戦を前にこちらは放置するつもりみたいだけど。ああ、宰相たちにしてみればこの地の戦力など灯籠の斧、むしろ黄昏を盛り上げる前座くらいの認識でしょうからね。前座上等じゃない。お姉ちゃんたちお疲れ様です。部屋に荷物を置いてきたんですか。うん、まさかあんなに豪華な部屋とは思わなかったけど。総公開のためとはいえ貸し切りにしてくれるなんてね。地元の俺たちですらめったに泊まれないホテルだからな。ふむ、それこそ通商会議後のマリアベルさんの招待以来ですね。あったなあ、って懐かしすぎるだろう。それを考えるとちょっと複雑というか。楽しかったけどね。しかし賑やかになりそうだな。うん、トールズ関係者もかなり来ているみたいだし。それもいいだろう。何せ最後の夜だからね。ええ、本当に全ては明日の翼のひらめき作戦次第。正直綱渡りとしか思えないような内容だけどね。翼のひらめき作戦ですか。こうしてまとめてみると大胆不敵というより無謀というか。とにかくギリギリのバランスで成り立っている作戦だと思います。選抜メンバーを集めて帝国各地の潮の杭を吸収、機能停止に追い込んで結界を解除し、カレージャス2で要塞に突入するか。不測の事態もある。そこまで都合よくいかない可能性もあるだろう。だが何よりも重要なのは彼の地に鬼神と7組を送り込むことだ。ああ、最悪カレージャス2が着陸できなくても構わないだろう。戦争が佳境に入る前にリーン君たちが乗り込めるのならば。彼らは黄昏の極みにおいて総国を終わらせようとしている。確かにその前に総国を制すれば目的の阻止も叶うかもしれぬか。彼らには余裕があります。どのみちリーン教官を迎え入れるはず。付け入る隙は十分にあるでしょう。だが潮の杭はどうするんだ。あれも見るからにヤバいというか尋常じゃねえ気配がするぞ。ええ、濃密な隔離用の気配、おそらく得意点と化すことで
鉄壁の砦となっているでしょう。各地に現れている悪魔、いやそれ以上に厄介そうな守護者がいる気配がしますね。ええ、だったら話は早いわ。ああ、ここは俺たちの出番だろ。5本ある潮の杭のうち1本は私たちが持つわ。誰が行くかはこれから検討する。俺たち特務支援課も同様だ。光りまとう翼の一員としてリーンたちの道を開かせてほしい。エステル、ロイドたちも。お姉ちゃんたち。まあそうなるわな。私たちにも任せていただきましょうか。デュバリーさん、大丈夫なのか。マスターとの別れ、なんとか心の整理もつけられました。今こそ我ら敵対一丸となって意志を継ぐ時。マスターに力を託されたあなたたちの道を開くことでね。そなたたち、俺らも乗らせてもらうで。敵対の姉さんたちと共同戦線を張らせてもらうわ。団長の意志を継ぐためにもな。ゼノ、レオは。やれやれ、一騎当選のメンツじゃないの。ならば私たちも選抜メンバーに加えてもらおうか。ラインフォルト家のメイドとしてお役目を果たさせていただきます。え、シャロン。形は違えど私もアンゼリカ様も彼らに使われていた身、一矢報いたいと相談しておりまして。聞けばミュラー中佐が明日にはカレージャス2に復帰するとのこと。ならばソーダは本職にお任せして存分に暴れさせてもらおうと思ってね。シャロン、アンゼリカさん。だったら私も。トアはダメさ、作戦立案者の一人だろ。カレージャス2の完成に加えて作戦全体の指揮も取る必要がある。ああ、それはぜひお願いしたい。私もブリッジには入るつもりだが、防空管制で手一杯になるだろう。わかりました。ご安心ください、トアさん。私たちも精一杯手伝わせていただきますから。ありがとう、二人とも。でも、アンちゃんたちだけじゃ。それについては僕にも手伝わせてもらいたい。あ、ゼリカと目配せしてやがると思えば。ああ、どの面下げてと言われるだろう。カレイジャス爆破の罪滅ぼしになるとも思わない。ですがフランス先輩のように負荷はもらいたくありませんから。はあ、ジョルジュ君。これで3人。戦力的にはやや厳しいが。ならばわらわが手伝うとしよう。おばあちゃん、リアンヌも行き、わらわも役目を果たした。ならば最後の一花、ワコードたちのためにパーッと咲かせるのも悪くない。不足かな。ログナーの娘に元知性、ラインフォルト家のメイドよ。とんでもない。できればボン・キュッ・ボンの方も堪能させていただけると。アン、空気を読みなさい。よろしくお願いします、ローゼリア様。ったく、
これで4組すごいことになってきましたね。しかし残る1本は。ならば私が出るとしようか。文校長、あんたは千の陽炎に集中するんじゃねえのかよ。無論だが、初日はオレスに全て任せる段取りだ。私が動くのは明日から、戦が佳境に入り始める頃合いだな。カシウス中将の見立てでは、初日は様子見の前哨戦になるとのこと。おそらく帝国軍最高司令官であるヴァンダイク元帥も同様に動かれるかと。ただし2日目からは総力戦、全8戦線において徹底的な殲滅戦が繰り広げられることになるだろう。リベール、レニフェリア方面では帝国軍は足止めを食らうだろうが、そこにも第3第4を含めた最強師団が順次投入される見込みだ。当然そうなるよね。その手前で食い止めるためにも協力してくれるってことですよね。さて、まあ決戦前の肩慣らしとしてはちょうど良いだろう。頼もしき助っ人もいることだしな。将軍と同じく初日だけは付き合わせてもらうわ。私もサンドロットを継ぎし一門の当主として最後の務めを果たすとしようか。このメンツは気遅れするが、ここらで取り戻させてもらうぜ。父上、トバル殿の姉さんのことだから絶対に言い出すと思ったわ。というか、美味しいところを持って行き過ぎでしょ。ゼロ駆動の意地見せてもらおうじゃねえか。4人とも本当に頼もしい限りです。いや、エステルたちにロイドたち、リバリーさんたちに先輩たちやシャロンさんたちも。よし、それではここに翼のひらめき作戦の発動を宣言する。開始は明日の正午、二大作戦の開始と同時刻としよう。本日この後、有志によりミシュラムに陣を構築、壮行会なども執り行うので、どうか奮って参加してもらいたい。遅くなった。
礼します。4日ぶりかな。